感謝の気持ちが膨れ上がるんですね。もう本当心の底からありがとうございますと言わせてください。本当はい、あ、OK かな。よし。さあ、では始めていきましょう、年間。腹毛セットしてやるから。いつもさ、自転車でさ、アメリカの人でさ、水道橋の方から来るんだけど、アメリカ帰っちゃったのかな、最近全然来ない。私を見かけてさ、いつも帰ってたんですよ。海外の方が今不思議な眼差しでこっち見るんだから今ね、はい、独特な、ね、空気感を持ってますけどね、ちょっと始めていきたいと思います。はい、さあ、じゃあですね、もう暑いんでそんな長い時間やりません。もうだいたい15分ぐらいで終わりますんでね、最後までのお付き合いどうぞよろしくお願いします。最後3分ぐらいにまとめることもできますけど、どうしますか。大丈夫ですか。15分やっていいですか。わかりました。ありがとうございます。海外の方までお前の雰囲気でみんなニヤニヤしてるんだよ。やめてよ、やめろ、お前まず自分の影響力考えろよ、ほんとに。ジュニー、それやめてください、俺は、ね、猿っぽいの、やめて、ね、後にしてほしい。みんな暑いから頑張っていきましょう、スイちゃん。ジーナ、おーって言ってもらったじゃん、俺。ちゃんとスイッチを入れてください。あと腹かくの後にしなさいよ。スイッチオンって言ったんだから。拍手もらっていいですか。すいません、ありがとうございます。拍手もらっていいんだから、もう立ってくださいよ。ね、もうすいません、ね、ありがとうございます。はい、ちょっと前を向いてください。はい、くしゃみでそうなってる場合じゃない。結局頑張るよ、大丈夫、全員やるよ、ね、いける。はい、じゃあやろうか。じゃね、はい、ね、どうですか皆さん、まずね、このね、2本の足で立ってる状態、これもう芸ですから ね、そう、まあでもね、じゃあこれでね、じゃあこうやって歩いただけでね、もう皆さんに感動してくれってもね、難しい話なんですよ。もうね、やっぱ言葉の通じない海外の方もいっぱいいらっしゃるんで、あのちょっとね、玉乗りでレベル上げて凄さ伝えられればと思います。今日また皆さん、もうちょい前来れません、どうぞギュッと、はい、前の方ギリギリまでお越しください。つぼきてもなんとなく、なんでも雰囲気させて、さしてさして、はい、よろしくお願いします。 OK。 さあ、じゃあですね、まずバランス感覚見てもらいたいと思います。どうだ、頑張れ。時間、アリ捕まえないでね。はい、今アリ食べましたね。今のが捕食というゲームですね。はい、OK、準備完了、行こうか。立って頑張れ、順に立って、はい、ありがとうございます。もうね、その方が嬉しいんですよ。ね、じゃあ今からね、5秒キープします。これうまくいったら褒めてあげてください。手離したら5秒です。いこう、せーの、いざ、いこう、 OK。 ねえ、あ、よかった、ほら意外と受けたぞ。頑張ってよ。はい、立って、真面目にいくよ。ほら今落ち方、お前かわいそうだった。立って、はい、早く頑張れ、はい、そう、真剣に真剣に、はい、そうだ、離せよ、せーの、1、2、3、4、5、 OK。 いいね、ありがとうございます。 OK です。さあ、じゃあね、ここから真面目に2本足で一周いきます。集中しよう、頑張れ、立って、順位頑張れ、はい、そうだ、ありがとうございます。どうだ、 OK よ。もうちょっとちゃんと前向いて、体全部前向いておる。
前こっち多いよ。あと2歩バック後ろ下がって、はい、ね、もうちょっとな、あと2歩、はい、ね、え、どうですか、めちゃめちゃすごいでしょ、ね、もういいお客さんがいるよ、ほら、もうそう皆さん忘れちゃダメですよ、これ元猿ですからね、これ ね、そうもうね、今年で芸歴が10年目突入しまして ね、やっぱね、お互いのこと何でも分かるようになるんですよ。あの、じゃあ他にもですけど、手挙げてって言ったらちゃんと考えてしっかり手挙げてくれるし、ね、もう空飛んでって言ったらちゃんとね、しっかり無理になりますからね。もうこれで笑ってくれたのが日本人ですね。はい、OK です。さあ、じゃあ頑張っていきましょう。はい、ここからですね、お付き合いさせていただきます、我々日光猿軍団劇場からやってまいりました。人間ジュニアとお猿のジュニアで、ジュニアジュニアと申します。どうぞよろしくお願いいたします。頭つけるようにお願いします。そうですね、はい、もう言えばわかるんですけど、ちょっとマイペースなんですよ。頑張りましょう、ジュニー、やりを立って立って、ジュニー、はい、ほらね、行きましょう行きましょう、はい、ね、ハードルジャンプ、ハードルジャンプ、まずは行ってみたいと思います。早速頼むよ。ね、大きさ似てるけど仲間じゃないんだよ。こっち向きなさいな、共通点身長だけだ、ね、頑張ってよ。はい、じゃあまずね、ルールなんですけど、これ飛ぶとき倒しちゃいけない、ただそれだけですね。はい、あの、もしもね倒したら残念ながらその場で即終了とさせていただく、非常に厳しい芸なんです。大丈夫ね、大丈夫ね、世界一モノローカーじゃちょっとね、だらっとしないようにお願いします。頑張ってよ、行きましょう、ハードル行こう。終わんだろ、めちゃってやりやよ。真剣にお願いしますよ、頑張ってね。はい、もうね、すいません、今日暑いんでいつも以上にダラダラしてますんでね。はい、もう真面目にいきましょう、ハードル1個。そこのカメラ意識するのやめてもらっていいかな。もう撮影ご自由ですからね、いっぱい撮ってあげてください。はい、行くよ、ハードル1個。よーし、OK。 いいね、帰ってきました、さあ、どんどん行きましょうね、もう数を増やしてまいります。続いて2つです、スタート、頑張れって、そう、まとめてジャンプ、いいね、ありがとうございます。はい、じゃあもういよいよです、限界の3つ、俺嬉しいよ、って言ってもらったからね、もう一気に飛び越えますよ。成功したら褒めてあげてください。今日ね、高さも挑戦していきたいと思います。ね、一気にいきますが、なんとね、限界の3段、あの、いつもだと、あの、おーとか、おーとか、5人ぐらいしか言ってくれないけど、声出してくんねえんだよ今日。ジェニー、ねえ、やれよやれよ。待て待て待てよ。もう誰が声出せって脅すんだよ。これ使う場合は金だ。ない、危ないから返しなさいそれを。じゃあか、ねえ、いい。危ねえ、返してほら。ね、自分に銃口向けんなよ。もうクレイジーだな、クレイジーだな。なあ、バーンになったらどうすんだ。ちょっと例えばだよ。いいから立ちなさい早く。もうすいませんね、ちょっと皆さんあっての僕らですから、じゃあちょっと、あの、熱いんですけど全力の王をもらっていいですか。よろしくお願いします、いきますよ。もうなんとこちらです。おー、最初からやってくださいよ。めっちゃ電池ありがとうございます。もうだって身長と比べてください。あの、よく見たら分かるんですけどね、こうジュニアの約2倍の高さになってるのがお分かりいただけますか。じわじわ受けたぞ。はい、頑張ってよ。はい、じゃあ行きますよ。さあ、もう縦三段ですね。はい、もうね、この高さでね、皆さんに見てもらいたい技なんですけど、今からやるのが日本で中にしかできない芸なんです。あいつ本当はすごいんですよ。もう一瞬ですからね、すぐ腹かくのやめてください。Yeah!
ハードル選手ご覧いただきました。オッケーオッケーとね、はい、今日も最後に突入していきたいと思います。ありがとう。もうね、偉いでしょ。もうね、これコンビ愛ですよ。ね、やっぱね、お互いのことを思い合ってるからこそやっぱ信頼関係が生まれるんですよ。もうね、やっぱ絆すごいでしょ、ほんとに。でも邪魔なんだよ、ほら。おいで、ほら、お前13キロあんだぞ。はい、できなさい。はい、今僕頼むからね。さあ、じゃあお待たせいたしました。最後の芸挑戦です。はい、もういいよ、お前のせいでそっちのお客様同じような写真しかなくなってんだよ。頑張ってよ。どんな芸かは見てのお楽しみ。いこう。どんどん行きましょうね。もう間を広げていきたいと思います。さあ、広がれば広がるほど難しい。何がここで休む。絶対今じゃねえよ。はい、降りなさい。降りなさい。早い。降りて、ほら、全部だよ。日暮れるから急いで、ほら。頑張れ。頼むよ、ほら。頑張ってください。2回目。ほい。そう、飛んで逆立ち。そうだね、ありがとうございます。さあ、少々まで飲もう。できてねえんだよ。待てよ、なんでやりきった感出せんだ。あと前こっちだしな、前。なあ、おかしいぞ。まあまあじゃねえんだよ。誰がなだめてんだ。お前のせいだぞ、俺がこうやってわわわわ言ってんのはね。まあまあじゃねえ。すいませんね、ほんとね。まあでもね、まあ、結構ハードなことやってるでしょ。まあね、正直言っちゃうと限界近いと思うんですよ。なんで、じゃあもう今日はもう限界。ここぞとばかりに限界くんのやめろよ。なあ、今2回目ようやくちょっと受けたからもう一回やっとけよ。なあ、今1回目地獄みたいな空気流れたんだ今。もう聞きなさいよ。はいね、はい、もうね、こうなりかねないってことですよ。もうババッと広げてそれ飛んで終わりにしたいと思います。もう一回行きましょう。最後の広さこちらです。ありがとうございます。はい、さあ今日はね、この階段の間を飛び越えて見事反対側に立つなんてものすごいです。ダサい、ダメだ、持ちなさい、ほらダメなんじゃん。さあ、せっかくみんなこうやって声出してくれたじゃんか。な、ダメ、これ飛んだら絶対感動してもらえる。わかった、ね。耳なの、お前耳くんなや。逆だ、危ねえな。行けやいいから早くね。もうやめてそれ。分かったよ、できるから頑張れ順に早くね。泣くな。やめろ、隙間から反応見んな俺。お前左目見てんぞ俺。もう、ね、すいません、ちょっと拍手で勇気を分けてください皆さん。ねえ、ほら皆さんの拍手聞いて今どう思った。今無理、またやろう。早く行ってこいよ、ほら。頼むからね。はい、じゃあお待たせいたしました。ラストジャンプ行ってみたいと思います。変なもん食べない。アリいいの、アリ探さないの。やめなさい、今日3匹目だぞお前それ。頑張ってよ。
じゃあですね、あの皆さんの最後ちょっと手空いたので結構です。手拍子もらっていいですか。ありがとうございます。大事なお願いさせていただけないかと思います。あの実は我々コンビがこうやって皆さんの前で楽しくデーをすることができるのは皆様からの温かい5000円そしてこれからのある講習日のおかげでございます。今日なんですけどこちらの大変非常識なサイズのザレご用意させていただきました。はい、これ持って回ってきますのでお気持ちご評価どうぞよろしくお願いします。本当にちなみになんですけど塾が一番大好きなものがですねはい、参考になればと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、塾歌ってください。こうやり方死ぬほど汚いからね。はい、その時間最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。よろしくお願いいたします。固まって、わかりました。じゃあ、早速なんですけど、ぐるっといきますね。よかったらどうぞ、少しだけお付き合いください。よろしくお願いします。よいしょ。じゃあいいですか。もうすみません、髪見えたんで前失礼しました。よろしくお願いします。ありがとうございました。先ほどありがとうね。どうもありがとうございます。いいですか。もうどうも。